久保さん。今回、錦鯉。なんんどうしようかな、まぁ、あ。S 用的にどうしようかな。まあいいや、まあ、昨日ですね、M1 オンっていうやつがやっていまして、優勝が錦鯉さんっていうコンビン名の人なんですけど、なんと50歳超えてると、50歳。で、50歳と43歳だったかな。M1 史上、M1 ってすごいっすね。あの、もう M1、 まあ、久保さん知らないと思いますけど、初代中川家っていう、僕 M1 好きな、あのお、お笑い好きなんですけど、まあ全部見て、見てたわけじゃないですけどね、中川家が初代チャンピオンだったんですけど、そっから20年経ってるんですね。それだから一回ね、なんかね、そう、昔オートバックスが、あの、なんだろうな、スポンサーだったような気がするんですけど、今なんか日清とか、いろんななんかスポンサーついてるんですよ。 あちょっと変わったんですね。去年か一昨年とか、とか、ここ数年全然ら見てなかったんですけど、いや、ちょっとね、見ちゃいましたね。うん、まあまあ、結論ね、その僕、ちょっと優勝した時にね、その50歳の人がね、もう本当にガチ泣きしてて、あの一言言ってたんですけど、諦めなくてよかったって。<laughs> 諦めなくてよかったっていう50歳のおっさんが号泣してましたね。そりゃそうですよね。うん、まあ M1 史上初らしいですけどね、やっぱ50代。<笑><笑>まあこれ、まあ今後すごく、まあまあまあニュースになってくると思うんで、まあこれから久保さん僕はあの、錦鯉のせ、ニから学ぶ成功の秘密みたいななんか <laughs>、ちょっと動画撮ろうかなと思うんですよ。<laughs> ちょうどね、今日から ドリームアカデミア。だからね、なんかね、すごい、こう、縁が、なんか、ありがたいなと思うんですけど、まあ今日からドリームアカデミアの入学願書を受付開始してるんですけど、<laughs> 夢叶うんだな、みたいなね、西郷さん。<laughs> 諦めなくてよかったです、みたいな。まあ、それで被せてちょっと作ろうかなと思います、今から動画を。<laughs> いや、ほんとねああ、よかったですね。 うん。でね、あとね、松本人志さんのね、最後のね、審査基準が、まあ、その、決勝戦って、結構僕も決勝戦誰入れるかな、みたいな。まあ、決勝戦、まあ、ぶっちゃけ言うと、ほとんどなんかあんま変わんなかったんですよ。ぶっちゃけその、予選のネタの方が良かったんじゃないかな、と僕は思ったんですけど。うん、だからその、決勝戦のネタは、3組ともあんま、まあ、大差なくて、 どこ、誰が優勝するのか分かんなかったんですね。で、結局でも、錦鯉さんにみんな入ったんですよ。多分な、ほとんどが錦鯉さん入って。で、松本人志さんが言ってたのが、まあ、みんななんか悩んでたらしいんですけど、審査員の人がね。で、なんかその、最後入れたのが、結局、もう一番バカな奴に投票しよう、みたいな。<laughs> 一番バカな奴に投票しよう、っつって。で、錦鯉さん選んだらしいんですけど。 確かに、まあ、その判定だと、錦鯉だなっていう <laughs>。うーん。まあ、一番バカや。あのね、最後のね、錦鯉さんのなんかその、まあ、死んじゃうみたいなのも、なんか、その、なんか、まあ、あるんですよ。最後、したんですけど。まあ、バカやってましたね。50歳で。50歳でバカやって、1000万ですね、賞金。まあ、これから仕事もバンバン入るだろうし、 多分億万長者、億、1億は余裕で稼げるでしょうね。あとなんか日清のどん兵衛とそばのなんか、あの、CM とかも多分出ると思います。なんかそのチケットも、そのなんか3、チケットもあるしですね。なんかあの、すごいですね、今回なんかすごいですよ。スポンサーいっぱいあるから、うん、1000万の他にもなんかいろいろありましたね。だから今後テレビとかいっぱい引っ張りだこだと思うんで、 うん、まあ1億は言うで稼げるでしょうね。そう。もうもしかしたらこの短期間で5億ぐらいですかね。来年5億ぐらい稼ぐかもしれないですね。CM とかも結構出るんじゃないですかじゃあ、来年5億ぐらいですかね。<laughs> はい、いってらっしゃい。